山本芳乃と申します、国際教育センターに所属してまして、主に留学生の日本語教育をずっとやってきてたんですけど、このところは留学生と日本人をこう混ぜていく教育をメインにやってます。私来た頃からまあ留学生っていたんですけど、留学生は留学生だけで授業を受けて、日本人と友達になりたいって、まあ、チューターさんとかあったんですけど、なかなかこの交流の機会もなくて、留学生だけでこう楽しく盛り上がって帰っていくっていうのがずっとあったんですけど、それをなんとかもうちょっと日本人とこう交流させられないか、友達になれないかっていうのでずっとやってきてたんですけど、なかなかうまくいかなくて、少し 2,3 年ぐらい前に、グローバルプログラム診療っていう、まあ、副専攻で、そちらでは日本人学生がすごく留学生とコミュニケーションをしたがっているっていうのがありまして、それでうまくこう需要と供給が一致して、で今私たちは、グローカルリーダー育成プログラムっていう短期交換留学プログラムをやってるんですけど、グローバル診療と留学生のプログラムを連携させて、同じ一緒に取れる留学生と日本人が一緒に取れる授業っていうのをできるだけ多く作っていこうっていうことをやってます。留学生と日本人をただ同じ空間に入れてもなかなかこの難しいんですね。コミュニケーションかな、言語の問題もありますし、私が主に教えてるのは本当に日本語ができない状態で来る全くゼロの留学生が多いんですけど、やっぱりそうなると日本人の方もなんかこう英語で科目を例えば立ち上げてもちょっと敷居が高くて来にくい、でもちろん日本語の科目は取れないっていうので、チャンプリンガルというコンセプトで、どっちもあんまりできなくてもなんとかこう両方の言語を混ぜて、もうジェスチャーを使ってとにかく全員ついてこれるようにっていうような授業をできるだけたくさん提供しようっていうのをやってます。で、まあ、内容ももちろん座学ではなくて、一般典型的なのがグローカル実践演習という授業があるんですけど、グローカルフェスティバルっていうフェスティバルを、まあ、毎学期この建物ですごく大きく300人近い地域の方を呼んでやるっていうので、そこで、留学生も日本人学生もあと西原町の高校生とも入って一緒にフェスティバルを企画して運営して成功するっていうような授業があるんですけど、そういうふうにまあなんか目標があって一緒に働くっていうふうになると、もう言葉の壁、まあ、関係なくなんとかみんなやってくれているっていう感じで、今の専門は第二言語教育、第二言語習得、言葉を教える、言葉を学ぶ人の、気持ちっていうのが、はい、一番興味があるところですね。あと博士号を数年前に取ったんですけど、例えば私フランスで働いて出た時とかにフランス語で喋る学生たちとちょっと日本語上手になって日本に留学したりして帰ってきたりすると、日本語で話すのがなんかキャラが全然違うみたいな人が結構いて、で日本人でもいますよね、なんか英語を話し出すと急にキャラ変わる人で、であれは何だろうと思いまして、やっぱちょっとずつなんか変わってるですね、英語を話す方がちょっと自信がある感じになったりとか、どうしてそれ
変わるようなキャラをどんな心理でこう獲得、新しい言葉でですね、獲得したのかっていうのを、インタビューして、それを分析してっていうのを、はい、やってます。やりました。ネイティブみたいになりたいってみんなすごく思って、日本語とか英語とか勉強するんですけど、それネイティブスピーカーイズムって言うんですけど、それがすごくそもそも間違いの元で、日本ってすごくネイティブスピーカーイズムがもう蔓延してるんですけど、苦しいんですよね、やっぱそういう勉強って。それじゃないなんか非ネイティブスピーカー思考で、こうもうちょっと言葉とかを楽にストレスなく楽しく勉強する、まあそういう人たちもたまにいまして、そういう人たちにじゃあ今度インタビューして、まあ、彼らがどんな風にして勉強してきたのかとか、伝わる気持ちも伝えられるようなこう言葉の勉強方法というか学習方法とか、教育でやってることとほとんど大体重なってるんですけど、はい、そういうのを考えてます。まあやっぱりあんまりこのネイティブスピーカーイズムにはまってしまうと、やっぱり何でもかんでもネイティブのものをそのまんま取り入れちゃって、それがこう逆にこのネイティブスピーカーと話すときにどう取られてるかっていうところまで見えてなかったりすることも多くて、そうするとなんか本人はすごく親しげに話してるつもりがなんかすごく尊大だったりっていうこともよくあるんですね。非ネイティブでいいから、例えば丁寧に伝えたいんだったらそれがちゃんと伝わるっていうのが、まあ私は安全かなと思ってます。ネイティブスピーカー思考まっしぐらでやっていく学生たちはもうすごいので、それはそれで本当に尊敬してます。